結局ペーパーシャッフルじゃどのクラスからも退学者は出なかったんだな。よかったんじゃないかな。学校の仕組み上難しいんじゃない。そうだ、他のクラスを蹴落とさなければ俺たちが蹴落とされる。 A クラスと B クラスのリーダーが仲良く一緒にいるとはな。さすがは誰とでも仲良くなれる一ノ瀬ってとこじゃないか。全てにおいて完璧すぎるっていうか理想的すぎるっていうかさ、少しくらい欠点がないと可愛げないじゃない。俺たちが C クラスに上がったら次は一ノ瀬が敵になるんだ。そんなことよりん、もうすぐクリスマスだよ。清高くんはクリスマスの予定とかあるの？俺？それ本当なんだ。うん、それでさ、C クラスのやつに尾行された？ねえ、どうすればいいの？それ以上のことはしてこないはずだ。無視して問題ない。ああ、最近勉強会中のあんたを見張ってるっていう誰かのことだよね。あんたのメールの通りいたよ。あれって確か A クラスの子じゃないかな。A クラス。うん、写真撮ったから送るね。 A クラス、坂柳の差し金か。